トルコ航空1951便墜落事故。トルコ航空1951便墜落事故。トルコ航空1951便墜落事故とは、2009年2月25日午前10時26分、現地時間、アトックプラス1頃、オランダ・アムステルダムのスキポール国際空港に、着陸新中のトルコ航空1951便、ボーイング737から800型機。 機体記号 TCJ 字愛称テキルダーが滑走路のおよそ 1.5km 手前の十歳に墜落した航空事故である。乗員7人と乗客128人の合計135人のうち乗員4人と乗客5人の合計9人が死亡した。電波コード系の不具合とパイロットの不手際が複合した事故と考えられている。当該機は 同日の午前8時23分にトルコイスタンブールのアタチュルク国際空港を出発した定期航空便であり、機種移行訓練中の副操縦士が操縦していた。コックピット内には、この副操縦士の他に基調及び訓練中の副操縦士を監視、補佐、バックアップする役割のセーフティパイロットとして、共感覚のパイロットが後部席に同乗していた。 午前10時15分頃スキポール空港 18R カソ路ロへ着陸進入のために降下中の高度付近において足が出ていないという音声警報が鳴り出し、これが途中途切れながらもおよそ1分半にわたり続いた。その後も短時間であるが3度ほど同じ警報が鳴った。この警報は電波高度計による計測値が一定高度を下回ってもまだ着陸客出ていない。 場合に発せられるが、最初の警報の時点で当該機はまだ足を出す段階ではなく、またコード自体も電波コード計で測定できる範囲、およそ以下をはるかに超えていた。機長は自分の側の姿勢指示器画面の中にある電波コード計の指示値が対マイナスとなっていることに気づき、電波コード計が原因だと発言はしたが、それ以上の調査や措置は行わなかった。 10時22分ちょうど頃、高度で一旦水平飛行に移り、フラップをいちい、ち前円スラットのみ進展とし、モードコントロールパネルから速度をに設定した。この時のオートスロットルのモードはになっていた。この状態で完成に、レーダー誘導されて滑走路延長線上に、機種方向を一致させた。離陸時からこの時点までは、当該域には2系統備えられた。 オートパイロットの内操縦担当パイロットである副操縦士、右側席のそれのみを使用してきたが、トルコ航空の内機により、着陸アプローチ時には左右の両席の A、P 両方を使用することとなっていたため、副操縦士は左席の A、P もエンゲージ、接続して機能させることさせようとして、ボタンミサを行った。だがこのボタン操作で、機長席、左側、A、 p のエンゲージはできず、逆にこれまでエンゲージしていた右側、a,p まで解除されてしまった。このため、改めて右側席の a,p だけを単独でエンゲージし、この状態でアプローチを続行することにした。10時23分34秒にフラップを5度、速度に設定したが、その際にも着陸客の警報がおよそ5秒に渡りなった。この時も、 基調席の電波高度計指示値は、となっていた。直後にギアダウンを行い、ついでフラップ角15度で速度を2セットした。ギアダウンを行ったので、これ以降着陸客の警報はならなくなった。10時24分9秒に、ローカライザー信号、滑走路中心線に対して、左右の変異情報を与えるをキャプチャーし、これ以降機体は、ローカライザー信号を自動で追従するようになったが、 その直後に、機長席の PFD から、ロールバーとピッチバーの表示が消えた。当該 B737 から800型機のオートスロットル機構には、A、P システムと協調動作する、リタードフレアモードと呼ばれる機能が備えられている。これは着陸設置寸前にスロットルをアイドルにして、さらにわずかに機種を上げる、フレア操作を自動で行うもので、 あらかじめこのモードをセットしておくことにより、1電波コード軽視値が、以下、2フラップが12.5度以上展開されている。3オートスロットルが、スピードモードとなっており、かつ、4目標コードをセットして、それに向かって、効果、上昇あるいは高度維持する設定がなされている、状態ではない、といった条件が揃うと、自動的に起動する。リタードフレアモード状態では、スロットルは、 自動でアイドル位置に移動する。パイロットはスロットルを手動で強制操作することはできるが、手を離すと再びアイドルに戻るようになっている。またこのモードが起動すると PFD 上にリタードと表示される。ローカライザーをキャプチャーした段階で機体は滑走路延長線上に位置し、機種も滑走路に生態した状態だったが、高度が高すぎて、 グライドスロープの上側に外れていた。これは完成によるコース誘導が工事された標準的コースよりもややショートカット気味の経路であったため、標準より滑走路に近い位置で滑走路延長線上に達したためだった。このことにより本来なら高度のまま飛行しながらグライドスロープを下側からキャプチャーするはずだったものがグライドスロープの上側に位置することになったため、 さらに降下しながらキャプチャーをしなくてはならなかった。副装重視はバーチカルスピードモードで目標コードをセットし直し、最終的には毎分で降下を行った。この時機長と副装重視両方の PFD には A、T がリタードフレアモードになったことを示す。リタードの表示が現れ、スロットルレバーが自動的にアイドル位置に移動した。高度でグライドスロープをキャプチャーし、 この時の待機速度はだった。グライドスロープをキャプチャーしたので、A、P はそれまでの V、S モードから自動的に、グライドスロープを追従する G、S モードに切り替わった。高度が起きたところでフラップを40度、最大とした。この時の速度はだった。当該機種のオートパイロット機構は、高度や速度情報をもとに、スロットルの回路を調節するが、この段階、 ファイナル侵入におけるコードは左、基調席側に表示される電波コード系の値を使いする。そしてその左側電波コード系の出力値は8フィートだった。この間、オートスロットルはずっとリタードフレアモードのままであり、従ってスロットルもアイドル位置の状態だった。一方で副操縦士席、右側 A、P は 正常な高度出力をしていた右側電波高度計の信号をもとに制御を行っており、エンジン推力がアイドルのままで速度が低下しながらも、クライドスロープに乗り続けるための高度維持をしようとして、エレベータトリウムを上げていった。このため次第に機種上げが強まり、さらにこの機種上げによる効力の増加で速度が一層低下した。高度で速度は予定着陸速度であるを下回り、 高度でついに失速の前兆を警告する操縦管スティックシェーカーが動作した。この時待機速度は2まで低下、またピッチもおよそ10度機士上げに達した状態だった。副操縦士は直ちに1秒以内スルットルレバーを前方に押し込み、同時に操縦管を押して機種を下げる動作を開始した。だが、ちょうどこの時機長がアイハーブと宣言して操縦を自分に変わる。 示せを行った。これにより副操縦士は反射的にスロットルレバーと操縦桿にかけていた手を引っ込めた。このため一旦はアイドルと全開の中間付近まで押し込まれた。スロットルレバーはまだリタードフレアモード状態が溶けていない A、T により再びアイドル1にまで戻されてしまった。操縦パイロットとなった機長は直後の10時25分50秒に A、 P の解除操作をし、1秒後の高度の時点で、操縦桿を前に押して、ピッチを下げる操作を行ったが、その間に、スルットル操作を行った形跡がない。機種下げ操作により一時的に迎え角が小さくなったのでスティックシェーカーの振動も、一瞬、2秒間ほど止んだが、スロットルがアイドルのままだったので今度は、高価率が増して、シンクレート音声警報が鳴った。 10時25分56秒になって、ようやくスロットルレバーが全開位置まで押されたが、エンジン出力が実際に最大となるには4秒弱を要し、すでに高度もほとんどなかったので、この4秒弱の間にプルアップの音声警報も鳴った。これに反応して、まだ速度も上がっていない状態で急激に操縦桿を引いたため、完全な失速状態となり、 10時26分2秒に滑走路を18 r のスレッシュホールドから 1.5km ほど手前の二十に墜落した。この時の姿勢は22度機種上げ、左10度バンクだった。地面が柔らかかったことや火災が発生しなかったことで生存者は比較的多かったが乗客128名、乗員7名のうち9名、3名のパイロットを含むが死亡した。 死者は、機体全部座席に集中していた。事故調査を主導したオランダ国家安全委員会は、主たる事故原因として、下記を指摘した。当該事故フライトでは、軽機着陸システム、右席側用、オートパイロットを用いて、アプローチを行ったが、左の電波高度計がマイナス8フィートという、誤った高度値を、左の主ディスプレイに表示した。この数値、 マイナス8フィートがオートスロットル機構のリタードフレアモードを起動させたため着陸設置寸前を想定して左右両エンジンの推力が最小、アプローチアイドルになった。完成等より指示された機種の向きと高度に従ってアプローチを行ったがこの結果滑走路スレッシュホールドの手前の地点でローカライザー、信号をインターセプトしたため グライドスロープに上から入ってインターセプトすることになった。この時点ですでにリタードフレアモードに入っていたが、グライドスロープをインターセプトするためには推力を最小にする必ずがあるので、操縦クルーはリタードモード状態であることに気づかなかった。そしてクルーのワークロードが増えた。このように手術の理由により、高度がを下回った段階で安定したアプローチ状態になっていなかったので、 クルーはこの時点でゴーアラウンドを行わなくてはならなった。右側電波コード系のデータを使用する右側オートパイロットはグライドスロープ信号に従ったコードを維持しようとしたがスロットルがアイドルのままなので待機速度がどんどん下がりピッチが上がって機種上げいった。クルーらはスティックシェイカーが動作するまで待機速度が下がっていることとピッチが上がっていることに気づかなかった。 この結果正しい回復軌道ができず失速に陥り、墜落した。当該機は2台の電波高度計を備えており、測定値は基調席と副操縦士席のパネルに、それぞれ別々に表示される。事故当時左側、基調席側の電波高度計は、正しい計測ができておらず、絶えず、8フィートを出力していた。右側、 副操縦士側のそれは正常値を出力していた。左右の電波高度計は左右席のオートパイロットシステムにそれぞれ接続されている。事故診断機能が備えられており、どちらかに異常を検出した際には健全なもを一方へ自動で切り替わる。だが当該事故においては切り替えが発生するような異常をそれ、事態を検出できていなかった。測定値が マイナス表示になるということ自体は異常ではない。電波高度計アンテナは胴体全部に取り付けられており、通常、機種上げ状態で設置するのでその時に地表高度ゼロを表示するように構成されている。したがって、前足が設置して地上を滑走するときはマイナス表示となる。一方、オートスロットルシステムには通常左側電波高度計が接続されており、この 左側電波コード系に異常が検出されれば、自動的に右側のそれに切り替えられる。当該事故では、オートパイロット同様、切り替えが起こらなかった。結果として、スロットル操作を除く、自動操縦機能は正常値を出力する、右側コード系に、オートスロットル機能のみは異常値を出力し続けていた、左側コード系に、それぞれ接続されている状態となっていた。 このためコード千数百フィートでは本来動作するはずのないリタードフレアモードが起動した。クルーは左側電波コード系がおかしいということには気づいてはいたが右側オートパイロットが正常動作しているのだからオートスロットルも右側電波コード系の数値が使用されていると思い込んしまった可能性が高い。オートスロットルシステムは左電波コード系に異常が検出されない限り 優先的にこれをコントロールに用い続けるということはマニュアルにも明記されていなかった。訓練中の副操縦士は別として、機長及び第二副操縦士は十分な経験を持つベテランであった。事故に至る過程において、電波コード系と特定はできないにせよ、景気に何らかの異常を生じている可能性を伺わせるいくつかの兆候があったが、それらに対して、 検討や対応を行った形跡がほとんどない。コードが終わった時点でチェックリスト読み上げが終わっていない、すなわち安定したアプローチ状態ではなかった。トルコ航空マニュアルではこの時点でゴーアラウンドを行うこととの規定があったがそのまま侵入を続行した。副操縦士はトルコ航空入社後数ヶ月しか経過しておらず、まだ訓練中の身分、飛行時間、 44時間だったが、それ以前は、トルコ空軍でのパイロット経験、4000時間以上が、あり、自らの経験や、知見の範囲で最善の操縦をした。実際、スティックシェーカー動作後1秒以内にスロットルレバーを、押し込み、かつ操縦管を前に倒して、機種下げを始めた。だが、このタイミングで機長が、アイハブ、私が操縦すると発言したため、 これにもまた素早く反応して操縦管とスロットルにかけていた手も引っ込めたため、スロットルレバーは再びアイドリング位置に戻ってしまった。しかも操縦を変わった機長は操縦管を前に押して、ピッチは下げたが、なぜか数秒間にわたり失速時の原則である、スロットルレバーミサを行わなかった。第二副操縦士は、スティックシェイカーの動作後になって、速度、と発言し、 注意を促したが、すでに手遅れであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。